皆さんこんにちは、キスケです。ということでメンテナンスが明けて PVP ができるようになってましたね。一応ちゃんとできるかは見てないけど、まあ、PVP の画面行っても、メンテナンス中だからできませんっていうログが流れなかったんで、まあできるのかなと、いうことで、スーパーベジットようやく使うことができます。もう25時間ぐらい経ってるけどやっと使えるね。ソウルブーストもちゃんと、マックスにしておきました。ということで性能なんですけど、性能に関しては前回の動画でざっくり説明したんで、まあ、今回もさらにざっくりちょっと見ていこうかな。はい、まあ、こんな感じですね。はい、不死身向こうの究極ガーツは持ってますね。で体力が 30% 回復するし気力も 50% 回復するんで、まあだいぶ良くなったのかなっていう。プラスドロ速アップで、全開アビリティがパープルかつサイヤ人ということでめちゃくちゃ使いやすいですね。でアーツをドローするたんびに、引いたアーツに関して、こう余ダメージが上がったりねするっていう感じかな。はい、で再生特攻を持ってて打撃カバチェン持ってて、でドロ速アップが、常についてると。まあ10カウントですけどね、場に出るたんびにつくということです。はい、でバトル開始時余ダメージ 30% アッププラス、これですね、場に出た時余ダメージ 40% アップということで合計 70% プラスドロスクアップで殴っていけるということで結構強いと思います。うん、その書いてることは結構シンプルなんやけど、 このステータスですよね。赤二凸ってこれやから、でこれ貫突した時のステータスが、戦闘力に関して、変身キャラを除いて多分ナンバーワンクラスの性能です。はい、まあそう言ってもらえば、そう聞くとやばいんじゃないかってなると思うけど、まあちょっと楽しみやね。うん、じゃあまあ早速、めちゃくちゃ強くなったんじゃないかと思っている合体戦士パーティーでスーパーベジットを使っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。やばいパーティーやなまあ前3体で来るのは間違いないとは思うんですが、やっていきましょう。トツもやばいね。果たして相手のパーティーに対してこれ活躍できるのかっていうところが、まあ、ちょっと心配ではあるんやけど、あと1体どうしよっかな。これ黄色でいく、黄色でいこっか。ちょっと5時4突で負けてるんでね、なかなか厳しいんじゃないかって思うんで、ちょっとこれでいこう。お願いします。さあ怖いぞこれは。一瞬で溶けそうやな、悟空ベジータに捕まったら。お願いします。なるほど、危なっ。うまいね、しっかり見てくるか。いやー出てこないか、くっそ残念。おわマジ、バリアつけよう、バリアっと。これ間に合うな。いやちょうどいいところで持ってるわ。死んじゃうよ。ナイス、しっかり見て。あーそっちか、ナイス。いや撃つしかないねんけどこれやることがなさすぎて。はい、どうなっても知らんで、きついねこれ一回捕まっちゃうとこういう感じになっちゃうな。やっぱ新キャラ強いよな。うわー間に合わないのか、スラミ。ナイス、オッケー、打っちゃうか。体力回復しといてちゃんとねどんくらい入るかな。はい、ああいいじゃん、悪くないよ。ライジングでいいんじゃないこれ。
ナイス。なんかびっくりマークの出花だったんで、まあ、単発でも入るでしょうということですね。いや、ベジット強いよ。火力めちゃくちゃあるよ。新キャラクターに引けを取らない。はい、よっしゃー、つえ。これはこのまま殴っていこう。さあ剥がれていくよ。撃っちゃうよ。救急カーツ50W いったね。あ、そのまま？マジか。もう救急カーツ全部使っちゃったよ。やべえな。撃っちゃえ。ナイス。ほい。いやー、きついぞこれ。あーライジングじゃない、ありがたい。ただこの赤腕ご飯も突すごかったよね。死ぬかなこれ。いや耐えてほしい。これ耐えないと厳しい、厳しい。無理か、やべえな。必殺でいこうか。いやー、これはちょっとやばいぞ。マジでマジでやばい。まあ一回捕まえちゃえばいけると思うけど。くっそ、マジかよ。即発か、読み負けっすね。さあマッチングしました。お相手スーパーサイヤ人パーティーですね。対戦やっていきましょう。あー、ベジット入ってるやん、いいね。やるで、役に立って見せろ。あー、これどうしよう。ベジットから行くか。青1枚は確定なんですよね。紫1体も確定やから、あと1体どうしよう。ベジットブルで行くか。54じゃなくてこっちで行こう。青2枚ってことはないんじゃないかな。まあそれやったらちょっと読み負けやね。うん、やっぱり。お願いします。間に合わんのか残念。射撃圧、はい。まあ出てくるよね。なんか若干ラグいかも。打撃カワチンが便利やわ。バリアット。さあこれ泥足あるんで、あ、泥足あるよね。殴っていこう。いやー、打撃圧1枚残してベジットブルーでコンボつなげようか。ドラゴンボールも回収したいんで。来ないね後編は残念。なんかラグいな普通にラグい。うん、オッケー。オッケー。これ避けれへんのかよちょっと待って。いや、まあ海外勢やねんけど、ちょっとラグいよさすがに。はい、ナイス。ようやく。いやー、来ないのありがてー。危なかったな今の。打撃カバチェに来られちゃうとめちゃくちゃきつかったわ。うん、さすがに落ちる。ただバニシングがないんだよな。キャラチェンするか。ナイス、これはうまい。さすがに究極で。はい、まあ中距離行って射撃見えたら打撃圧いこうかな。いい火力。
ああ、おっしゃった。マジか、タックルやったか。うわ、強っ。嘘だろ。入る。うまい。まあさすがに有利属性で殴っていこう。吸血カーツやな。ガンガン使っちゃってるけど大丈夫か。まあでもアイテムもうないんでね、吸血カーツ。はい、勝てー。避けてるだろ今の。おい、確実にラグでよくわかんねえよマジで。頼むぜ。オッケー。はい、ナイス、よかったよかった。前に突っ込んでバリア張って、よし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 、さすがに、さすがにな、さすがにな、よし、勝った、よかった。あ、久々にレジェンダリーフィニッシュ見るわ。あぶねえ。ダブルソード。かっけえ。いや、ベジット強え。ありがとうございました。はい、皆さん、お疲れ様でした。今回はスーパーベジットが全開覚醒したということで、ようやく使うことができました。いかがだったでしょうか。まあシンプルに火力が高いよね。ステータスが全開覚醒でめちゃくちゃ上がってるんで、プラスやっぱりドロソクアップ、うん、これがもうとにかく強い。このステータス、このヨダメアップでドロソクついたらそりゃ強えよっていう、うん、感じかな。で、一見ねすごいシンプルな性能ではあるんやけど、まあ不死身向こうの究極アーツであったりとか、まあバリアでヨダメアップであったりとか、まあ、キルク回復であったりとか、アーツドローであったりとか、まあすごい、なんていうかな、欲しいところが、まあ、大体持ってるっていう、なかなかいいキャラクターなんじゃないかなとは思いましたね。はい、まあ無料でね覚醒もできるし、1800ぐらい、Z パワーもらえるんで、もうちょっとで7凸やっていう人もね、 Z パワー無料でもらって、まあ覚醒して使っていく、うん、っていうのがなかなかいいんじゃないかなって思います。まあ待った甲斐があるんじゃないですか。なかなかの性能だと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。